同点なの、うん、5600円あれ、なんか健康チェック表的なものはあれさっき一緒にお渡ししました。あ、ごめんなさい、ありました、あんまりチェーンとつけてないんだけどあれ結構ね、そうすると丸、この丸は OK、OK っていうか大まあまあ食べてるのそうです、はい食べてるのは、その大体キャップ1杯が 25g あるフード、あ、フードね、それを水でふやかしたのと、あのチモシーを細かく切ったのフードじゃ 25g ふやかしてる、ドライで25、ドライで25、あ、結構な量ですね。それとあとはとチモシーそれに混ぜて、あとお口に混ぜて、最初うちずっと全部食べてたんだけ ど、あとそのそれ食べちゃったら少し野菜あげて、うん、野菜あげていいでしょう、野菜もね。で、この後、ここのとこちょっと食べてない。あ、9月2日から。うん、で、三角は多少は食べたけど。そうそうそう。昨日薬混ぜた分ぐらいは食べてるけど。ギクガメフードって好きだけど、それも食べないの？ここ3日ぐらいは。は、その少ししか食べてない。少ししか食べてない。今日5日で。おしっこは出てるんですね。おしっこはお風呂に入った時になんか白いのが、うん、液体が出てる。うんちはだからここだからさ、ね、本当にちょびっと苦しそうにして出て、そうそう、うん、ここで本当に少し出て2回だからね、はい、でね、大丈夫、要はさ、出口をさ、私に塗ってるじゃないですか、うん、だから出ないんですよね。で、そこ、うん、すごいね、うん、声出してあえぐように気張ってるんだけど、出てくる、うん、ちょっと向こうから、向こうからもいや、それぐらいでいい、それぐらいでいい。暇なくていいよ。あ、自分違う。もうそのぐらいのが昨日一昨日ぐらいは結構そのぐらいの大きさのポロ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 来ました。今ここに空いてるんだよね、うんちが。ソニアさん、ソニアさん、呼んでよ、何してんだよ、手がいるのに。ソニアさん来てください、サポート来てください、はい、さ、代わって、長さにちょっとティッシュ持って、こうやって持ってて、この角度でね、これ持つ、まあいいか、まあいいわ、よし、これをさ、あ、ちょっと、そう簡単なんじゃないんですよ。今数えたらさ、この間手術して縫ってからここのためなの、はい、で、この子の糸を取るのはさ、麻酔かけなきゃ取れないです、うん、こんな風に尻尾になってるから、ね、で、最低でもさ、2週間から3週間はつけておきたいんですよ、はい、ね、だからそのままそのままですね。あ、無理か。つ
けときたいんで、今からちょっとさ、あの点滴します。それでちょっと胃腸の機能を高める薬、それを打ちます。で、この物理的にだって出にくい状況だからさ、こんな風にしか出んですよ、私は、うん、でもそれぐらいにしとかないとさ、あのテニスだと出てきたのがさ、また出てきちゃう、うん、すごい出てたのがさ、むくんでたから、うん、やっぱしばらく中に収めとかないといかんのでね、かわいそうなんだけど、その尻尾のところがポンポコポンに丸くなってて、ピンクの部分が、今朝お風呂に入ったと、うん、ここが当たるんですよ、ここが。だからちょっと刺激の少ない消毒薬が出しますんで、はい、そこはあのお風呂出てからでもさ、はい、ちょっと前持ててる、あ、持ててるじゃん、あのピンク色のやつ、うん、あれはそうそうそう、あのやってますね、そうそう、お風呂出てからあのピンク色のスプレー、うん、10倍に希釈したやつ、はい、それでさ、ちょっとスプレーをさ、お風呂出た時じゃだけじゃなくて何回もやってください。あ、そうなんですか。2回やってるんですけど、うん、そうそう、2回でも3回でも4回でも、はいはい、ここのちょっと赤ピンク色の赤いとかね、はい、あの お風呂関係なしでつけても全然いいですからね、はい、それでちょっと血流を良くする治療しますね、はい、じゃあこの体勢で100でっかいの当てて、でちっちゃいのはここに当てて、うん、100の3分、まあ、お薬はそうするともうないのかな、もうなくなりました、当てますよね、はい、お薬もちょっと出しますね、はい、永田さん、このうちでさ、ちょっと直接かけて、ちょっとあのちっちゃい便だけどさ、検便します。ケヅメリクガメに限らずさ、リクガメって寄生虫がいることがめっちゃ多いんでね、はい、ちょっといるかいないかだけど、まあ、うんちの量は少ないから分かりにくいんだけど、108か、めっちゃ多いんだよな、そうそう、ここに当てて、ここに、うん、で、3分経ったらひっくり返して、今度上からね、でもさ、あのチモシー食べてたんですよ、あの細かく切ってあれと混ぜると食べてる、まあ、リクガメ風と食べるから、それで一緒に食べるとかね、はい、野菜もやっていいですよ、もともと食べてください、はい、でやってるんだけど、そう食べないですね、今天からね、もうそうするとさ、2週間過ぎたらさ、はい、抜歯しましょうか、はい、ね、でちょっとね、日曜日はね、ちょっと午前中しかやってないんで、はい、日曜日以外で来てもらえます？あ、わかりました、今日はちょっとこんなんだと思って、うん、そうそう、いや、いいですね、全然いいんですけど、麻酔かけてやるときってさ、はい、かけて、で それで冷めれば、夕方までに冷めてくれればいいんだけど、はい、冷めが悪かったらもう一日、はい、見てないといけないんで、まあ日曜日以外だったらいつでもやれますから、はい、うん、そうしましょうか、あと5日後過ぎですね、今日が、もうあと5日ほど欲しいから 1,2,3,4,5、 まあ来週だね、はい、13日以降、はい、13日以降にちょっともう取りましょう、わかりました、ただね、それで出るか出んかはまたちょっと何とも言えません、うん、出ない子はそれが一番いいんだけど、うん、出る子もいます、だからそんだけうんちく食べてるわけだからさ、体重も増えてるから、退院時よりも増えてるだからうんちが溜まってるんですよ、そ、あ、そうですね、うん、食べが少なくてもね、あ、連れて帰った日の次の日からしか目開かなかったんだけど、まだ麻酔が効いてたんですかね、かもしれないですね動き悪かったんじゃないですか、全然動かないし、まだ麻酔があの、残ってたと思いますね、そういう風だったら反対向き、うん、うつ伏せにして、
おしっこですね。はい、横に出して、でうつ伏せにして、ご心臓者もう一回。それさ、もう一匹いましたよね、確か。はい。その子もチモシジとかやってます？あ、食べます。あの、切らなくても食べてる。切らなくても食べてる。どうぞ食べさせてくださいね。そうですね、動物とか繊維が多い方が絶対いいんでね。残すね残ってる、うん、まあそれは野菜に比べたら全然味気ないからさ、だからもちろん野菜やっていいんだけど、野菜も食べつつ、あの繊維も多いね、野草が食べれれば一番いいんだけど、なかなかそうコンスタントに野草をやるのって難しいですもんね。毒ダミってダメですか？毒ダミ毒ダミ、うん、そこら辺にいっぱい庭にもいっぱい生えてるやつ。ちょっと私のことこあんまりそんなに草のこと詳しくないんですけどどうなんでしょう。じゃあまたネットで調べてみます。そうね、時々ネット見ながらやってるけど。あ、本当。そう、野草いいんだけどダメな野草もありますもんね。そうそう、はい、じゃあ一回止めてください。